要するに見回りしてる連中を全部倒せばいいってことだろ。楽勝だな。全部じゃないわよ。当たりを引くまで片っ端から倒していくってことでしょ。行くぞ。あんまり変わらない気がするけどな。今のやつが鍵を落としたぜ。どうやら当たりだったみてえだな。これで地下牢から出られますね。さあ出口へ戻りましょう。任せて。行くぞ。よし任せろ。仕方ないわね。任せて。燃えなさい。行くぞ。くれ。任せろ。捕らえてくれる。任せろ。ほれ。
先へ進むためには水路を通っていくしかなさそうですな。嫌よ、服が濡れちゃうじゃないの。まったくしょうがねえお嬢ちゃんだぜ。俺がおんぶしてやろうか。おんぶされたら戦えないじゃないの。いいわよ、やり出しになればいいんでしょ。侵入者発見、直ちに排除してやる。見てらっしゃい。頼んだわね。何をしている。怪しい奴らめ、覚悟しろ。まどろっこしい仕掛けに飽き飽きしてたとこだ。いい運動になるぜ。赤くだぜ。仕方ない、任せて。任せろ。仕方ない、任せて。燃えなさい。やっ、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 
炎よ。記憶通りだ。城の中に入れたぞ。クレティア女王の部屋はこの先だ。おいら腹減っちまったよ。ん？なんかいっぱい来るぞ。
様の命を狙うとは不届き千万。行くぞ。覚悟するがいい。任せろ。ほれ、その醜い姿、この私が美しく散らせてみせましょう。行くぞ。任せろ。任せたぜ。行くぞ。任せろ。華麗な攻撃、この私が見とれてしまうほどとは。デイン、ヘイヤー。我の技が通じぬとは。女王様、申し訳ございません。ほう、思ったよりやりおるわ。ではあやつの力を試してみるとしよう。さあ、さすらいの踊り子よ、契約に向かってわらわのために戦うのだ。あら、いきなりの呼び出し。もう、人使いの荒い女王様ね。
力受け取るがよい。サンキュー女王様、行くわよ。ドラゴラマン今さ。やるじゃないの、そういう姉さんこそ。やめたっと。姉さ ん、 ん、これ以上やっても疲れるだけだもの。今回は特別あんたの勝ちってことにしてあげる。ふん、所詮褒美で釣った忠誠心など当てにはできぬか。ごめんね女王様、ご褒美がもらえなくなるのはちょっと惜しいけど。兄弟喧嘩はもうたくさんなのよ。お前もこやつらの仲間だったとはな。かくなる上はわらわが直々に相手をしてやろう。おやめください。どうかお怒りをお鎮めください。私は宗主国ゼビオンの戦士オルネーゼ、襲名を受けこの者たちと共にクレティアへやってまいりました。その顔、確かにゼビオンで見かけたことがある。お前がゼビオン王の犬オルネーゼか。クレティア女王、我々がここへ来たのはクレティアを陥れるためでも、女王の首を狙うためでもありません。ジャイワール王を殺害し、オレンカとジャイワールが争いを画策した人物を明らかにするためです。ジャイワール王が殺された？なるほどな。それでお前たちがここへ来たということは、わらわが疑われているということか。我らを捕らえたことがあなたが犯人であるという何よりの証拠だろう。しらじらしいのはその顔だけにしてほしいものだな。そうそう、もし犯人じゃないって言うならなんで俺たちを捕らえたんだって話だよ。だいたいここに来るまでの間だって。ちょっと二人とも黙ってて、まずは女王様の話を聞きましょうよ。わらわがお前たちを捕らえたのはそのような理由からではない。実はな、ジャイワールがオレンカに攻め込むこと、わらわは知っていたのだ。ことが起きる数日前に。え、未来に起こることが分かっていたということですか？モンスタレア地方から来たある者がわらわの元を訪れ予言したのだ。数日の後、ジャイワールがオレンカと戦いを始めるだろうと、そして後に和解するだろうともな。もちろんそのような妄言、わらわとて最初から信じてはいなかった。だが放った密偵からの報告は全てその者の予言通りだったのだ。そしてその者の残した予言がもう一つある。和解した両国が手を組み、このクレティアを滅ぼすだろうというものだ。なんだそれ。そこへ
ジャイマールの王子であるツェザールと私たちがクレティアへやってきた。だから警戒していた女王様は私たちを捕らえたのですね。うん。しかしお前たちの話を信じるとすれば、わらわはかの者の悪意に踊らされていたということになる。けど予言を残したという人物は一体どうやってオレンカとジャイワールに起こったことを言い当てられたのかしら。その前に女王の話が真実だという保証はあるのか。悪いが俺は鵜呑みにはできんぞ。それももっともな話だ。ならばこれからすぐにゼビオンへ向かい、名手様に事の次第を説明するとしよう。お前たちの言うこともわらわの言うことも共に真実だとすれば、世界は今危険な状態に陥っているということだ。各国の王と連携し対策を練らねばなるまい。